人かなネーム、カーウィン・ホワイトさんから頂い,いた胸キューシチュエーション。僕が高校生の時、科学の授業で、名前の順に男だけの6人でグループを作って実験をしていました。僕の隣は、クラスでも爽やかなイケメンの A 君だったのですが、A 君とは特に親しいというわけではなく、会話もありませんでした。ところが実験中、 突然、A 君が僕に、カービィン君って、肌、綺麗だよね。と、至近距離で言ってきました。僕は動揺して、は、えー、そ、そうかなというのが精一杯でしたが、その日はずっとキュンキュンなのか、もやもやなのか、よくわからない状態で過ごしました。は、やばい <laughs> 始まってまうよどうしようこういうの 私また女の子にこうなんだろうなドキッとすること言われるとかはあるんだけど男の子同士でもあるのえなんか何だろうなもう例えば D がさ今日坂本さんの服いつもと違っていいねみたいなこと言うとするじゃんドキッてするのえしないの至近距離で行っても メガネとメガネが当たる距離で行っても, <laughs> っても <laughs> ドキドキしないの <laughs> あ、そう、なんか。自分の匂いが臭くない。自分の匂いが。そういうのはいいんですよ。そういうのはファンタジーだから関係ないの。<laughs> あら、そう、そっか。うん、いい。あんまりこう身近にないからいいって思うのかな。うん。キュンキュンだね。じゃあ。 うんでも、あんまり同意得られなかったから、三級 <laughs> にしようかな。はい。